ナデジナ・トカチェンコはソビエト連邦の陸上競技選手。1970年代に五種競技を中心に活躍した選手。1980年モスクワオリンピックの金メダリストである。ウクライナ共和国ポルタバ州クレメンチューク出身。トカチェンコは五種競技の選手として、1972年ミュンヘンオリンピックで国際大会にデビュー。 この大会では4370ポイントで9位という結果に終わっている。しかし1973年のユニバーシアードで優勝すると1974年のヨーロッパ選手権でも4776ポイントで東ドイツのブルクリンデポラックラを抑えて金メダルを獲得した。トカチェンコは1976年モントリオールオリンピックでは この大会吹き荒れた東ドイツ旋風の煽りを受け、ジーグルン・ジーグル、クリスティン・ラーザー、ポラックとメダルを独占した東ドイツ勢、そして同じソ連のリドミラ・ポポフスカヤに次いで5位に終わった。1977年に五種競技の種目構成について、それまで最終種目の200メートルが800メートルへと一部変更されたことから、スプリント種目に強かった。 東ドイツ勢に比べて、トカチェンコに有利な構成となった。1978年のプラハで開催されたヨーロッパ選手権では4744ポイントで2位となったが、1位のハンガリーのマルギット・パップがドーピングのため失格したため、トカチェンコは大会に連覇を達成した。そして、1980年のモスクワオリンピックでは、 トカチェンコは5083ポイントと世界新記録を達成資金メダルを獲得。前回の東ドイツ勢の表彰台独占に代わり、オルガル・カビシュニコはオルガ・クラギナと共にソ連勢で表彰台を独占した。ありがとうございます。